するしない？どうも、日向彩子です。今回のゲストは小林剛プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、魔女の匠、ルールはこのようになっています。トン2曲一本場開始です。皆さん開けてください。全曲親の郷さんの上がりが決まったので、連チャンとなりました。一本場ドラがウーワンです。さあ、ハイパイこちら。はい、この手はまあ普通にリーチを目指して打つ感じでしょうかね。まあ、チューンを重ねればまた仕掛けていくことになると思いますが、まあ単品になってリーチができればいいかなと思います。さあ、大吉も、お、シャアがトイツになって、これで4トイツですね。そうですね、まあ、これ以上ブケーターツが増えてもしょうがないんで、チュンのトイツを、チュンの重なりを期待して僕は9からいきます。今回ドラもない手でした。手出しの自敗、1巡目は取っていいです、はい、もう気にせず、うん、まあ合わせ打ちしたなとかそのぐらいはちょっとはありますけども、でも1巡目はどっちでもいいかな。やっぱりポイントになるのは2巡目からですね。なるほど。さあ、どうだ。発想ははい、前順急走を切っています。まあいらないですね、はい、これはつもぎり。この手牌にパーソーと急走が入ってて、まあ仮にチュンとパーワンがなくなっていたとしても、そんなに手が進んでないんですよね、実は。曲がりやすさという面ではあまり変わってないので、むしろこの状態でツモチューンやツモ G1 に備えた方がいいですね。だからこのパーソーの、パーソーを引いてしまったのはあまり痛くないです。3品は？これはね、3品は難しいですね、これ。候補は？候補はね、パーマンかチューンか9品ですね。その3枚。はい、でこの6679って6をアンコにしてパーピンを引いてっていうケースって実はあんまりないんですよ。だからここ2メンツって考えるのはちょっと厳しくて、でもこれは667で1メンツと、あとは孤立のパーワンチューン3ピンのどれかにくっつけて1メンツを考えると、もう5ブロックできるので、僕は9ピン切ります。わかりやすい。結構こういう9ピン残して孤立廃棄る人多いんですけど、よく見ますよね。これは4メンツ1ジャントの作り方で、これが一番、ロスなく光景を作っていけると思いますね。おすすめですね。はい、ちょっとあんこになりました、ゴーさん。まあこれはチュンかパーワンを切るんですが、自然に、まあ、自然にチュンですね。あ、ここはパーワンよりもチュンを先に、はい、結構ね、重なり見る系雀士ですけどね、ゴーさん。まあチーワン引きでもいいかなっていうのがあるんで、両面ができるの、はい。さあ、チュンを合わせた対面、こう自敗と端に関わった牌しか全体的にね、切られてません、今回の局。第一打にトン切ってきた人が、手が進んでハクハクを切ってきた。こんにちは。ちょっとまたこの2巡目、3巡目の話してませんでしたが、まあ、9ですね。まあ、ダブって…まあ今は、最近は本当やる気があるときは、トンとハクがあるときはトンから切ってくるっていうのが普通になったので、まあ、まっすぐ上がりに来てるんだなぐらいですかね。ただこの後ハクが統一で出てきた場合はちょっと注目ですよね。おー。やはりこう統一かどうかが大事ですね。はい、統一落としだったり。ね、そこにはちゃんと見逃さずに見ると。はい。はい。母さん。無駄遣いです。こういう時にちょっと感情とかこう揺さぶられたりはしない。これはね、あの数ある無駄相撲の中で、一番安全かつ情報が出ない、一番いい無駄相撲ですね。これはいい無駄相撲。一番いい無駄相撲です。そうなんですね。例えばパーソーとか嫌ですよね。
うん、確かに。嫌ですけど。そうですね、情報が出てしまって、みんなにも役に立つ無駄相撲よりは、うん、一番情報の出ない、いい無駄相撲ですね。チュンはね、チュンでしか使えませんからね。うん、そうそうそう、多分、この手、有効牌10種類ぐらいあると思うんですが、11番目ぐらいのいい牌ですね。もうすごい数値化が早い。ほら、こんな言いそうをつもぎらなきゃいけないよりも、チュンをつもぎった方がよっぽど、うん、そうか、じゃあ自分が重なってあれじゃあ泣けてたかもなとかなんだよとかじゃなくて、うん、あ、これ情報漏れないしいい牌だなっていう感情の方が先なんですね。まあそこまでも何も考えてないですけどそんなにも考えてない、まあ、これを悲観的に考えてる人は考え方を改めた方がいいと思いますね。はい、気をつけます。安全な無駄相撲です。安全な無駄相撲くっつきましたが、カンちゃんですね。もうこれはさすがにもう普通に3ピンでいいですかね。孤立牌。はい。他に2ピン、E ピンが2枚ずつ見えています。ドラガウン1なんで、この6、8も簡単には外しづらいし、孤立でもあるんで、ここは自然に3ピンですね。今回はもう、泣けそうにないですもんね。手出し3は。そうですね、ここから3万ポンでトイトイはちょっとないですね。ねえ、泣けないですもんね。お、ここでリーチ。やはりこう、ゴーさんが速度感を気にしていた神茶が、ここで難を切ってリーチ。難、ションパイですね。これは全然わからないですね。内側の牌はウーソーとリャンピン。あとは橋と自牌ですね。でも最後に出てきたのは何でした？情報ないですね。チートイツかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、これは正直わからないですね。打点あたりもこう打点もわかんないですね。未知数、はい、そういう相手に対してどうします？自分の手って、まあ多分おりますね。あ、今回はおりの選択が基本的にテンパってないときはよ、うん、イーシャンテンから押すときっていうのはよほど手に価値があるときなんで、まあ、この点何シャンテンかわからないぐらいなんでまあ少なくともいいシャンテンではないですね。そうですね、まあ、チーマン引いていいシャンテンになったとしてもドラマタギの3万やこんなローピンとかで勝負していくことはないと思うので価値がね、おそらくこれは、おります。幸いあんこの嘘が安全牌なので現物です。はい、おー、なるほど。じゃあまあこの嘘4枚見せちゃうと相手が楽になるんでね、できれば選手が嘘を切ってる間に他のアンパイが増えるといいですね。全部見せたくはない。はい、さあいいシャンテンになりましたが粘るならシャーっていう手もありますけどね。じゃあションパイですが自分で2枚持っている。はい、でもね、さっきこう候補にチートイツもあるなという考えありましたもんね。ってなるとシャアも嫌ですか？チートイツが否定できないだけで、まあ、メンツでのことが多いと思いますけどね。これもこのぐらいの端っこの多い捨て牌であれば、まあこれは考えてもしょうがないぐらいなんで、まあ、嘘切ります。基本的に脳天から押すときは、うん、すっごいやる気のある手牌だけですね。メリハリですね。はい、早くて全然安牌ないときか、やる気のあるいいシャンテンだけ押しますが、さ、パワン通った、パワン通ったんで嘘を並べなくてよくなりましたね。うんうん、まあ、ただこれは今度はカンチーワン引くとまた戦えそうな気がするので、うん、パワン切るとローワンが浮いちゃうので、ここは嘘を切ってやめに切れてきます。自分 の, あ の, 自分の、ね、形も、はい、はい、並んだ。他はね、どこまでこうリーチに対して向かってくるかですもんね。あ、E1。 これはね、安牌ないんだと思います。お、ローワン積もった。リーチピンフツも1ドライチ。ここでハネマンが決まりましたね。36000は3100、6100、大きな上がりが決まりました。トン2曲1本馬、これは思ってたより高い波ですね。
あのこの捨て牌で高さは何も出てないので、うんうん、そうですね、うん、町と手役に関しては全然分かんなかったんですが、うん、高かったですね。はい、さあということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この続きトーン3曲もぜひ見てください。